小材義直小材義直から1934年6月18日は日本の農芸科学者、東京帝国大学元総長、土壌、肥料、発酵化学の業績のほか、足尾銅山の鉱毒が銅であることを立証したことで知られる。山城国境と千本通り二条上るの八木下家に生まれ、母の実家、小材家の養子師となる。1880年に軍人を志して、 上京するも身長が足りず、翌年新聞記者を目指して、築地英語学校に入学したが、友人の勧めで受験した駒場農学校に合格し、入学。親とい外国人として来日したばかりのドイツ人、農芸科学者、オスカール・ケルネルに指示。1886年、同校の農芸科学科を卒業し、ケルネルの助手を務める。翌年駒場農学校の後ろ身である。 東京農林学校の助教授となり、1889年同校教授に就任し、1890年帝国大学農科大学助教授に就任する。同年足尾高毒事件被害農民の依頼により、同僚の長岡総工と共に学術調査し、1892年に被害原因をどうとする科学的分析結果を発表。その後も農民の保障要求に協力した。 同年、女性活動家の清水資金と結婚。1895年、ドイツのライプニッツ大学に留学し、牛乳腐敗菌の研究で、ドイツ学会に名声を得、1899年、農学博士号を取得する。帰国後の1900年、東大農科大学教授に就任。1905年、農事主研上技師及び、馬長を兼任し、1911年、 東京帝国大学農科大学学長に就任。1920年、東京帝国大学総長に就任し、関東大震災後の同大の復興に尽力し、1925年、総長に再選、1928年まで務めた。1934年に71歳で死去。父は、京都諸子大の寄り木で、陽明学の権威春日ガ安の弟子でもあった、八木下影義。 母はその5歳で、小材屋語兵の長女、良子。父には、前妻との間に次女があった。母の兄の小材うのすけは、父と同じかすが千安の門下で、小材家の当主だったが、明治4年に没したため、吉直は、明治6年にうのすけの養子,子として、小材家を継いだ。実ッも13歳の時に亡くなり、母一人後一人で育った。妻、豊子は、感学者。 清水定官の長女で、明治25年に結婚した、友人で実験室の助手、清水健吉の妹であった豊子は明治元年、岡山県生まれで、京都府立第一高等女学校卒、清水資金の筆明で自由民権運動の活動家、小説家として活動し、吉直とは再婚。吉直、豊子夫妻は四男一女を設けるが、三男と長女は溶接、長男、 吉政は、東洋史学者、紫原博士の次女、墨江と結婚。次男、吉重は、マルクス主義哲学者。天文学者の古材吉秀は、吉正、墨江夫妻の長男にあたる。